どうも、ぐっさんです。それでは FF14 続きプレイしていきたいと思います。前回は万神ガルーダを倒したところまで、行きましたが、そろそろね、物語が佳境に入ってきているので、もう一踏ん張り頑張りたいと思います。はい、じゃあ次は、これですね。じゃあ次の、かすかな灯火、これですね。これを受けましょうか。さて、ベスパーベイの砂の家へ、暁の決命本部へ向かおう。砂の家の、惨状を話に聞いているが、そのままにしておくわけにはいかない。犠牲になった仲間たちを弔い、我々も少し休もう。あの場所からもう一度暁に明かりを灯すのだからな。で、砂の家。砂の家か。ほんとは砂の家ね。砂の家やったら、ホライズン。ホライズンまで行けばいいか。じゃあ、テレポしまーす。はい、じゃあ砂の家到着で、アルフィノと話すと。君が最後に見た時もこのような状態だったか。いや、妙に片付いていると思ってな。すまない、気にしすぎだろう。さあ中に入ろうじゃないか。片付きすぎか。尋ねるときは自分から名乗るのが礼儀だって教わらなかったかい。アルフィノ様、君もなんとシドまで。よ、久しぶりだな。よかった、みんな無事だったんだね。しかしひどいありさまだな。みんなで陪審タイタンを倒そうって時にグリタニアに向かってお仕事してたんだけど、帰ってきたらこんなことになってて。いた。ヤシトラと一緒に残った遺体を埋葬したり、ここを片付けたりしてたんだ。おー、そっか。彼女も無事なんだな。うん、今は情報を集めるんだって出かけてる。パパリマやミンヒリアたちの遺体がないんだ。ヤシトラが言うにはおそらくどこかに連れ去られたんだろうって。連れ去られたか。帝国じゃねえか。うん。またあんた。やったのはおそらく帝国だ。案の定。帝国は、先の晩神ガルーダとの戦いにおり、帝国のショックガイウスが見ていたものが、ガイウスは持たざる者と言った。それは君のような得意な能力を持つ者に対し言葉返しで言っているとすれば、帝国が少なくガイウスは君の超える力を知っていることになる。その力を解明するためにミンヒリアたちが囚われた可能性が高い。砂の家の所在地まで知っていたんだ。敵の艦長スパイ。いずれにしても帝国を挙げて暁を立て直し、ヨウルゼは救わなければ。
聞いて、感じて、考えて。光の意志を持つ者よ、光のクリスタルを、すべてのクリスタルを揃えし、優なる魂を持つ者よ。我が名はハイデル。ハイデル。あなたが住む星の光。ついに闇が動き出しました。闇の化身。赤き仮面の者は間もなく滅びに至る混沌を招くでしょう。あなたが手にした光のクリスタルは闇を打ち払う武器となり、闇から身を守る盾となります。心して時を待つのです。闇はすぐそこまで迫っているのです。光の意志を持つ者よ、どうかあなたの力を。ヤシトラ、みんな無事だったのね。ソリンシード、アルフィノ様まで。なぜこのようなところに。いえ、これはすべてルイゾワ様の導きかもしれない。暁の灯火を消すな、そう聞こえるよ。ウィンフィリアたちの行方が分かりました。どうかみんなご助力を。場所はモドゥーナの奥地、帝国軍の軍事拠点カストルムセントリー。帝国か。よし。はい、ということで、カスカの灯火はコンプリートですね。次行きましょう。犯行の布石。ウィンフィリアたちはモドゥーナの奥地にある帝国軍の軍事拠点カストリムセントリーに捕らえられているらしいよ。急いで向かいたいところだけど、相手は帝国軍、その拠点ともなれば簡単には手を出せない。それに私が使っているウルザハの情報屋の話では、カストリムセントリーで何か動きがあったせいよ、慎重に行動した方がいいかもしれないわね。まずはコルザス中央高地のアドネール聖戦台へ向かいましょう。あそこは高地における帝国の動きを探っているポルトレーンという名の騎士がいるの。彼を当たってみましょう。で、ここに行くんであればクルザスか。じゃあテレポで行きますか。冒険者か。このような地に何の用で私に聞きたいことが。でも、ヤストラゾーンの仲間だったのか。いいだろう、話を聞こう。何？カストルムセントリーで動きがなかったかだと。随分とぶっきらぼうな質問だな。私たちの仲間は捕らえられているかもしれないよ。少しでもいい。何か情報はないかしら。ふむ。
確かに最近帝国軍の動きがあったと。何人かの捕虜を運び込まれたとの報告を聞いている。石膏の話によれば、金髪の女性を厳重な警備体制で護送していたというが、さすがにそれが尋ねる人かどうかまでは分からない。きっとミニヒレだ。早速助けに行かなきゃ。それに、まだあるの？ああ、時を同じくしてクルザスに帝国の飛空艇が不時着してな。捕虜らしきものは脱走したらしい。なんだって。そっちはルガディンとララフェル、共にガールンダイアンワークスの制服を着た技術者風のものだったと聞いた。ルガディンとララフェルで、うちの社員だと間違いでビックスとウェッジだ。よかった、あいつら生きていたんだ。やつらも一緒に助けるわけにはいかないか。わがまま言っていることは理解している。しかしこれからの戦いに奴らの力もきっと必要になる。捕虜が連れ込まれたかもしれんが、ここしばらくカストルムセントリーは警備が厳重になっている。正面を切って潜入するにしても、あの警備体制状況では救出もままならないだろう。その技術者もお前たちの大切な仲間なんだろう。そちらを先に救出しよう。ミンフィリアの持つ超える力が解明されるまでは、いくら帝国軍でもそう簡単に手を出すとは思えない。逆に言えば、ガーロンドアイアンワークスの二人を救うには今しか機会がないよ。彼らは、用が済めば消される可能性も高い。うん。鬼来て、待ってろよ、ビックスベッチ。きっと助けてやるからな。うん。ビックスとベッチか。最終調整が終了します。化石同然だったこいつを発掘して5年、閣下の思いを現実にする日がすぐそこに来ているのです。我々は万神を打ち払う絶対の力を手に入れた。この地の未来へと導くためには力こそが必要。弱き犠牲者どもが掴み得なかった真の兵はエオルゼアを我が手に収め、これを創造する。余韻に完全な状態に仕上げてご覧に見せます。リットアティンギョ明朝0時を得てカストルムオクシデンスへの移動を命ずる。主にはカステルム・マリヌムの兵力も合わせ、総計4個歩兵大隊の指揮を任せる。オクシデンスのに陣を構え、エオルゼア西部を固めよう。決戦は近い。ウルダハとリムサルミンサのグランドカンパニーを見事抑えた。ごめんなさい。陣営隊長リット・アティン・サス・アルビナ、カストルム・オクーシ・デンスへの移動を拝命、四個歩兵大隊を指揮いたします。名前長いね。しかし属州出身の私めに軍団の半数近い兵力を任せようとは、我が命に代えましても閣下のためにめっし奉公する所存。すべては主の実績によるもの。我への忠義は任を果たすことで示せ。はは。後ほどわしの資質で出頭しろ。
ということで、犯行の布石はコンプリートですね。もう一個ぐらい言っておきますか。帝国を見張る目。私はアバラシア山脈におけるガレマール帝国軍の情報を収集している。その関係で暁のヤシトラ殿とも喧嘩ってな。先ほど伝えた帝国軍の飛行艇が不時着したとの情報をゼーメル要塞から届いた。よし、この招待状を A 氏に渡すため私からの話をしたい。ゼーメル要塞はここを出て西に進んだ先にある街道沿いにも魔物は多い。気をつけろよ。仲間と合流できることを祈っているぞ。あざーす。じゃあ行こう。到着ですね。ここはイシュガルト四大名家の一つゼーメル家が守護するゼーメル要塞である。妙な着物は立ち去るがいい。これを渡します。これはホルトゥーレン殿から。なるほど、例の飛空艇が不時着した件か。何でも帝国の飛空艇から脱走した者がいるらしい。この近辺まで帝国兵が出張ってきて我々の警戒をしていたところだ。帝国に捕らわれた同胞を探していると。ならば、その脱走者が関係している可能性があるな。よし、南西のオーラムビールに向かいたまえ。彼の地を守る英士たちが、墜落現場の偵察隊を派遣していたはずだ。ピエルモンという名の英士に詳細を尋ねればいいよ。なるほど。じゃあ行きますか。はい、じゃあ、ピエルモン前に到着です。飛空艇の不時着ですか？確かに見えましたよ。飛空艇自体はすぐに飛び去ったようでしたが、その場に残った帝国兵たちは随分と騒いでいましたね。で、帝国の見張る目はコンプリートです。もう一個ぐらい行きますか。帝国兵たちが騒いでいたのは飛空艇に乗っていた何者かを不時着の際に逃げ出したのが原因のようです。帝国軍の一帯は、捜索のために出たらしく、私が不時着現場を偵察していた間にここにも何者か立ち寄った形跡がありました。見ての通り奥への扉は固く塞いであるためすぐに立ち去ったようですがね。ここに来ていたのは、2人組のようです。この辺りを、調べればまだ足跡が残っているでしょう。なんかありそうやな。量産あるな。何箇所あるんや。
橋の下。なんか、なんか出てんだよ、俺。ちょっと待って。この橋の下か。ここか。ウェッジか。ヒーヒー。ここはどこっす？寒いっす？帰りたいっす？ビッグスー？どこに行ったっす？いやー、たった助けてす。食べてもうまくないっす。ああ、怖かったっす。帝国軍は追いかけてくるし、魔物はいるし寒いし、お腹は減ったし寒いし、とにかく怖かったっす。ビッグスはここにはいないっす。オイラを助けるため帝国への注意を引いて別方向へ逃げていったっす。俺だ、指導だ。どうやら奴らの情報は何か得ることができたか。なんだって、ウィッチを見つけたのか。さすがだ。感謝するって。うん、ビックスはまだ見つかってないんだな。俺もゼーメル要塞周辺を探したが、見つけることはできなかった。西の方に逃げたのは間違いなさそうなんだが、いや、イダとヤシトラも探してくれている。きっと見つかるさ。俺も奴を探しながらそっちに向かおう。そうだな、まだその辺りには帝国兵がうろついている可能性があるな。そこから西に、秘跡の塔という、石塔があるはずだ。帝国もさすがに少数ではイシュガルトの拠点に近づきはしないだろう。そこで落ち合うぞ。今のはまさか、シノの親方っす。そうそう、シノの親方よ。よかった、親方無事だったっす。本当に良かったっす。少し元気出たっす。指導親方が来るまでに秘跡の塔で待つっす。ということで秘跡の塔へ行けということやね。で秘跡の塔到着ですね。で、アベリに話しかけると。このような場所へ何の御用かしら。あなたは冒険者。外は寒かったでしょう。ここで温まっていくといいよ。あら大変。そちらの方は随分と凍えているよ。ささ、こちらで火に当たってくださいよ。今何か飲み物を持ってまいりましょう。落ち着いたかしらね。しばらくここでゆっくりしていきなさい。急ぐためほど休息は必要なんですから。どうもどうもありがとう。よし、オッケー。でどうしようかな。もう一個ぐらい行きますか。どうしようかな。もう一個ぐらい行きますか。せっかくなんで。はい。ビックスの捜索。お願いがあるっす。ビックスを助けてほしいっす。きっとあいつは今も一人で逃走中っす。あいつは帝国の飛行艇から脱出するときにオイラを助けるために帝国兵の注意を引いて別方向に逃げていったっす。でもバラバラに逃げることになったからどこに行ったかまではわからないっす。あそこのアベリさんが何か見てないっす。そちらのお連れの方ですか。残念ですが見ておりませんわ。そうね、この秘跡の塔の近くにハルオーネの沙漠という洞窟があります。あそこなら身を隠すことができるかもしれません。もしそちらの方へ、こちらの方へ逃げているとするならですけど、物は試し行ってみてはいかがかしら。じゃあ行ってみますか。ちょっと待って、これどうクリアしていくの？これはどう上に上がればよろしくて。ちょっ
っと待って、これいや、そういうもんか。これはわからん。え、ちょっと待って、いや、これこの辺を登っていくというか、ここが狭かったから気づかなかった。でどうすんの？ウィッチに報告。いなかったと。どうだったっす？ビッグさん見つかったっす？ダメだったっす。きっとこっちの方は逃げてきてないっす。ビッグさん一体どこに行ったっす？どこなんでしょうかね。はい、ということで、ビッグさんの捜索はコンプリートですね。はい、ということで今回はこの辺りで一度終わりましょうかね。はい、それでは、また次回の動画を、見に来てください。よろしければチャンネル登録お願いします。はい、失礼します。